さん、ため息ついてどうしたんですか。いや、今日、はい、何月何日、何の日か分かりますか。今日は12月24日、チョッパー誕生日ですね。まあ、チョッパーの誕生日とありますけど、はい、クリスマスイブなんですよ。クリスマスイブ、そうですね。クリスマスイブの朝一ですよ。朝一ですね。男2人で、はい、プレーンゲームですよ。どうなんですか、これ。そういえばなんかツイートしてましたよね。デートしに行くって書いてありませんでしたっけ。あれ嘘ですね。嘘なんですか。強がっちゃって、はい、皆さんにリア充っぽいことをちょっと虚言です虚言。あれは虚言ですから皆さん。ダメですよそれ。はい、すみません本当に。そもそもですよ。はい、僕キリスト教じゃないんで、別にイエスキリストの誕生日を祝う義理がないんですよ。お釈迦様なんで、はい、ブッダなんですよ、はい、なので花祭り3月が僕のメインのクリスマスなんですよね。なるほど。あとね、一つ忘れてくださいよ、はい、クリスマス一人の方が楽なんですよ。プレゼントは買わなくていいし、なので僕はクリスマス嫌いです。あ、そうなんですよ、はい、強がってませんか。強がってないです。本当ですか、はい、でも毎回彼女欲しいって言ってますよね。クリスマスはいらないんですね。クリスマスは好きじゃないです。あ、なるほど。わ、はい、かりました。じゃあとりあえず行きましょうか。この間にめちゃくちゃ可愛いんでね。そうですね。はい。クリスマスなんでね、やっぱりちょっとね片はめで行ってみますよ。あ、めめめ。ふわっといきましたね。ふわっといきました。はい。いいですね。あ、いいですね。じゃあちょっと高めチックにいきましょうか。はいはいはい。おお。まあギリギリですね。はい。これでなんとか形なんですかね。ああ、なるほど。オッケー、オッケーですね。あ、行きますね。ここまで行きますよ、これ。行きますね。はい。この瞬間がドキドキだね。あ、いいですね。あ、いいですね。うん、はい。で、三角に入れる。はい。かっこいい。さあ、これでずるっと上に上がってくれ。おー、ちょっと行きましたね。行きましたね。さあ、はい、お願いします。いい形になってきますからね。そうですね。はい。おお、あ、いいじゃないですか。滑り止めきついですね、これ。効いてますね。効いてますね。浮いてますもんね。浮いてますよね、これ。完全に。これ奥でも手前でもいいですね。さあこれであ、やばい、まだ当たるか。あ、でもまあ、ワンチャン、はい、よし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 、あ、お、よいしょー。今日はですよ、クリスマスです。イブですよ。イブですね、はい、外はもう大雪で、はい、もう僕車やばかったんで、はい、もうカメラマンにね途中まで乗せてきてもらってここまで来ましたよ。それではこれ家の方行って開けたいと思います。はい、それではですね、先ほど撮ってきたこちらアイラミでカッコ仮称の白のプラクスーツ新エヴァンゲリオン劇場版バージョンですね。こちらの方を皆さんと一緒に見ていこうと思います。そしてこちらが前回のアイラミでカッコ仮称黒のプラクスーツで S ダットを持っているバージョンですね。まあ、今回並べてみたんですけど、やはりねこれエヴァのキャラクター全てに言えることではあるんですけど、このプラクスーツがね変わるだけでもだいぶこの雰囲気っていうのが変わるんだなってっていうのが、同じ造形を並べるとやっぱりね、改めて気づくなっていうふうに思っておりますよ。そしてね、この台座の方行きたいんですけど、台座もね、ちゃんと白と黒っていう感じで分かれてて、こう2つ並べてもしっかりと差別化されていますよっていうのがね、すごく分かりやすい感じになっております。あとね、大きく変わった点といえば、このプラグスーツの色だけじゃなくて、この綾波の髪の毛の色を見ていただきたいんですけど、前回の綾波はすごく色が薄い感じで作られております。そして今回のこの白プラグスーツの綾波に関しては、青がね、結構濃いめな感じで塗装されているっていう感じになっているんですよね。どうですかね？もうパッと見た感じ、すごい色が違うっていうのがわかりますし、やはりこの白のプラグスーツに関しては、髪の毛の色が薄い感じになってしまうと、フィギュアとしてね、結構ぼやけてくる感じもあると思うんで、そういった点でも髪の毛の色の差別化をしているのかなっていうふうに僕は思っておりますね。いや、これすっごくいいフィギュアだと思いますね。こうね、髪の毛の色が薄いけど、こっちはね、黒でしっかりと強調されているんで、フィギュアとしてパッとこうね、目立つ感じになってるですけど、この青のね、濃い感じになってるおかげで、すごくね、こう、綺麗な綾波っていう感じにイメージを受けますよね。あとね、僕がね、この白のプラグスーツでいいなって思う点は、やはりね、このプラグスーツのこの部分ですね、黒の部分がすごく薄い感じ、ネズミ色って感じになっているんですよね。もちろんね、こちら普通の綾波に関しては、あそこは真っ黒って感じなんですけど、そこがね、僕はすごく好きな点でもあるんですよね。そしてこのフィギュアなんですけど、実はね、僕が今年選んでいるエヴァのフィギュアランキングっていうのももうすぐで動画の方で上がると思うんですけども、そちらの方でこちら、綾波会えさせていただいているぐらい、今回のこの綾波、すごくね、僕は期待していたんですよね。造形もね、すごくこの綾波らしい感じ、少し内股になってて、こういったね、グッとしたこの曲線とか、そういったところも、しっかりと綾波らしく作られているんで、めちゃくちゃ僕としてはお気に入りのフィギュアとなっておりますね。いや、本当に可愛い綾波になっておりますんで、ぜひとも皆さんもゲームセンターの方に足を運んでいただいて、こちらゲットしてほしいと思います。いや、ほんとこれ素晴らしいフィギュアだと思いますし、2022年を最後飾るね、しっかりとしたエヴァのフィギュアだなっていうふうに思っておりますんで、僕もかなりお勧めできると思います。はい、そんな感じで今回の動画は終わらせていただきます。神チューブの神の伊藤でした。よろしければ、グッドボタンと仲良くなるためのおまじない、よろしくお願いします。